7月6日、フランスのマクロン政権が2040年までにガソリン車、ディーゼル車の販売を禁止すると発表した。なんだ、これから20年以上も先の話かと思うかもしれない。しかし、現在、フランスの自動車生産台数のうちガソリン車、ディーゼル車のシェアは95.2%。HV、ハイブリッド車は 3.5%で、EV ・電気自動車は1.2%に過ぎない、日経新聞。ゼロにするという国家目標は、現状から見ると極めて野心的と言ってよいだろう。もちろん、7から8日の G2 ゼロ首脳会議に向けた一つのパフォーマンスという色彩も帯びてはいるが、ルノー・ PSA という2大自動車メーカーの大株主がフランス政府であることを。 考えれば単なるパフォーマンスではなく官民一体で大きな目標を掲げたと見た方がいいマクロン大統領のリーダーシップにまずは賛辞を送りたいフランスのことを褒めたが実はさらに先を行こうとする国も増えているドイツはまだ上院だけだが2030年までのガソリンディーゼル車販売停止を決議しているしオランダやノルウェーなどでも 25年頃を目標にガソリンディーゼル車販売を禁止する動きがあると報じられている。アジアではインドで30年までに販売する車を全て EV にするという担当大臣の発言もなされている。プラグインハイブリッド PHV も禁止ということなら最も厳しい目標かもしれない。いずれも日系電子版。電気自動車は 中国が先行し、日本は最後尾。世界一の電気自動車大国はどこかと聞かれたら、日、米、ド仏などの国が頭に浮かぶ方が多いだろう。しかし、現在、この分野では、実は、中国がダントツの一位だ。その中国が、普通のハイブリッド車をエコカーとは認めず、助成措置を止めることになった。対象を、e、EV、 燃料電池車、p h v などのエコカーに絞り、19年以降、一定の EV 販売を義務付ける規制も導入することにより、一気に EV 大国への道を駆け上がる戦略だ。一方、米国では EV 産業の新興メーカー、テスラ社が圧倒的強さを誇り、今年から EV の普及モデル、3シリーズを発売する。 一回の充電での高速距離は300キロを超え、価格も安い。来年からは EV 全体で一気に年産50万台を目指すとされ、その成長性には大きな期待がかかっている。GM やフォードも日本メーカー同様テスラや中国に遅れを取ったが、昨年の早い段階から急速に EV シフトを進め、EV 専用ブランドを立ち上げたり、 航続距離500キロの EV などを次々と発表してテスラを必死に追いかけているトランプ大統領がパリ協定離脱を表明するなど環境規制に後ろ向きなのが気になるがカリフォルニア州などは18年からエコカーの認定対象からハイブリッド車を除くなどさらなる規制強化を実施する予定で EV シフトの流れは米国でも加速するとみられている 欧州でもディーゼルの燃費不正問題を機に日本より一足先に EV シフトが加速している。ドイツのダイムラー、BMW、フォルクスワーゲンの三大自動車メーカーもディーゼルに見切りをつけて EV 専用ブランドや航続距離500キロの EV を発表し EV シフトを鮮明にしている。フランスのルノーは 航続距離を400キロまで伸ばしたモデルをすでに販売しているが、マクロン政権のガソリン・ディーゼル車販売禁止宣言は、そうした流れを、さらに、確固たるものにするだろう。こうした流れを受けて、中堅メーカーにも、大胆な EV シフトを進めるところが出ている。中国メーカー傘下に入ったボルボカーは、19年以降ガソリン・ディーゼル車の販売をやめると発表し、 市場を驚かせた。今後の EV 普及の見通しは各種機関が発表しているが改定されるたびにそのスピードが加速している特に EV のコストの主要部分を占める電池の技術進歩とコスト削減のスピードは予想をはるかに上回っておりすでに18年には通常のガソリン車と EV を比較した場合ほぼ同等になるという予測も出されている 販売価格は EV の方が高いが、その後の燃料費やメインテナンスコストを合わせると、その分を補うほどコストが安くなるということだ。日本のエコカーは化石。世界中が EV シフトの政策を進める中で、日本はほとんど化石のような政策を続けているのが実情だ。エコカー減税という言葉を かなりの方が聞いたことがあるのではないかと思う。エコカーに認定された環境に優しい新車を買えば、それに対して自動車取得税や重量税などが減免されるという制度だ。そう聞けば、誰もがエコカーとして認められる自動車は、販売される自動車のごく一部であると思うかもしれない。ところが、これが全くそうではない。実際には、 2016年度までは新車の9割がエコカー減税の対象となっていたつまり平均よりもはるかに燃費が悪く排ガスをたくさん出す車でもエコカーとされていたのである諸外国が環境規制を強める中でこれはいくらなんでもひどいだろうという批判が高まり自動車業界に天下りを多数送り込んでいる経済産業省も これを100%守ることはできないと考えて、今年からその対象を絞ることにした。しかし、どれくらい絞ったかというと、2017年度からは、新車のうち約8割、2018年度から約7割を対象とすることにしたのである。依然として、平均よりかなり悪い、環境を汚す車でも対象とするということだ。もちろん、 これは経産省があ下り先確保のために自動車メーカーを一社残らず守ろうとしている結果である。フランスなどが20年以上先の目標を定めて強力に EV シフトを政策的に推進しようとしているのとは正反対の動きだ。そんな中で今の日本の自動車産業の状況を如実に示す出来事があった。それは トヨタの株主総会だトヨタの16年度決算は現役17年度も現役予想である神妙な面持ちでトヨタ経営陣がその報告と今後の経営戦略を説明したのに対して株主からは将来を不安視する質問が出された世界最強の自動車メーカーとして盤石の地位を築いてきたトヨタであっても その状況はかなり心配だということだろう。東洋経済によれば、総会最後の豊田昭男社長の締めの言葉は、株主からの応援にも近い質問に込み上げるものがあったのか、涙ぐみながらの挨拶となったそうである。これはいかに、豊田が苦境に立たされているかを物語る。豊田は、従来、将来のエコカーは、 水素を使う燃料電池車だと断定してその開発に集中してきたしかし現実には電気自動車シフトが世界の流れとなり昨年秋にやむなく EV 開発に舵を切ったその時も世界トップメーカートヨタの意地なのか EV も含めて何でもできる体制を整えるというような負け惜しみの発表をしている 客観的に見ると、どんなにトヨタが強がってみてもテスラの EV 構成にトヨタが負けたことははっきりしているテスラ社は先行投資で赤字が続くが時価総額は今年4月に510億ドル約5兆6000億円に達し100倍以上の販売台数がある GM を一時抜いたトヨタは水素自動車にかけてきたのが裏目に出て EV 開発競争では世界の大手メーカー中最後尾に取り残されたのだがそれを認めることは世界トップの自動車メーカーのプライドが許さなかったのだろうトヨタの本格的電気自動車の発売は20年頃としているがそれまでの間は PHV でしのぐしかないしかし鳴り物入りで発売した新型の PHV プリウスの電池による合続距離は 最大でもわずか68キロ欧米の大手メーカーに比べてその差は歴然としているここまで書けば相当に深刻な状況だということはお分かりいただけると思う安倍総理と経産省が日本の進路を誤らせるところが安倍総理と安倍政権を支えると言われる経産省は今もなお護送船団方式で すべての自動車メーカーの生き残りを図るため、エコカーと言えない普通のガソリン車に、まで助成措置を続けている。EV 普及のための抜本的規制強化やエコカー減税見直しという話は全く聞かない。その経産省は、2016年の通商白書で、日本の輸出が自動車一本足だ方になっていると警鐘を鳴らしていた。その一本足が、 世界の競争に取り残されてポキッと折れたらどうなるのか豊田社長の涙は絶体絶命ともいえる危機感の裏返しである原発輸出武器輸出そしてカジノ解禁を成長戦略の三本柱とし岩盤規制にドリルで穴を開けてお友達への利権誘導に勤しむ安倍総理豊田社長の涙の意味をよく考えたらどうだ